こんばんは。こんばんは。うん。なんか前髪が濡れないの。本当は6時くらいから配信しようと思ってたけど、なんか前髪が漏れなくて、なかんだで30分かかったけど全然漏れなかった。結局なんかダメですね。今日もダメな日、毎日ダメな日。こんばんは。前髪気になる。めっちゃ気になっちゃう。なんか今日はなんかね、今日はとてもダメですね。そんな気にならない？前髪がボサボサ、なんでだろう。いや、なんか一回違うんですよ。前髪ちょっと伸びたから、あのくるんってやつをやってみようと思ったんですよ。なんか昔水木、今パッツンなんですけど、前までくるって分けてたから、それをしようと思って、一回それをしようとしたら失敗して、それでパッツンしようとしたらダメだった。なんか話そうとしたんだけど忘れちゃった。毎日アイドルは目指してない。別目指してない。田辺は毎日アイドルは目指してないけど、会える機会が減っちゃってるから配信をしてます。え、中坂めっちゃ始まったばっかだよ。まだ中坂いなくない？え、中坂、あ、いた、パッツン。中坂、うん、中坂元気？後で LINE 返すね。さっき返してなかったの思い出した。長坂だよ。だって元気？ネギトロ丼食べてる？水木は今日はアイス食べてない。アイス食べてない。いつもアイス食べてるのに食べてない。最近食べてないな。みずき、最近なんかスーパーでリンゴのなんかどんどんどんって入ってるの安かったから、それ買ってリンゴ食べてたからアイス買ってない。シェイクな、シェイクいいですね。マック食べたい。この前も食べて、アイスも昨日食べて、いいな、いいな。え、でも田辺はとあるアイスを狙ってるんですよ。とあるアイスを今日美味しそうなの見つけたんですよ。今日ちょっと用事があってコンビニ行って、その時にとあるアイスを見つけて美味しそうだなと思ったんですけど、今日は食べなかった。食べたら明日もばめで送るので、皆さんチェックしてね。え、マックめっちゃ混んでるの？この時期なのに。いろいろやばいもん。今日は何食べたの？今日ね、田辺ね、今日ね。田辺今日ね、なんかあれなんですよ。
あれなの、自分で料理したんですけど何も測らないで料理したの。なんか自分で適当に、うん、めんどくさいやと思って適当にやったやつが美味しかったなんかいつもなんかめっちゃきっちししてる人なんですよ。大さじ1とかもうピッチシピッチシみたいな、もう規則正しくみたいな、そういうタイプなのに今日はなんかすっごいめんどくさくて、測るのもめんどくさいなと思って、そうできるからね、たぶんそうちょっと洗い物も増えるからめんどくさいなと思って、ね、わかる、料理って割と適当がちょうどいいですよね。そう、田辺も自分が美味しいと思って、あ、卵焼きも作んなきゃ、卵焼き作るの得意なんですけど、得意なはずなんですけど、ずっと作ってないからやばいなはずなんですけど、なんかあれなんですよ、なんだっけ、それも自分のなんか適当な量というか、適当な量というか適当に火みたいな量、だいぶ前髪今日終わってるそう、ペペペって調味料入れた方がね、割と美味しくできる。そう、今日はね、みずきね、なんかキノコ買ってたんですよ、なんかキノコ買ってたの安かったから、で、なんかキノコって体にいいみたいな感じだったからキノコ買って、それをずっと放置してて、放置っていうかそこまで放置してないんですけど、なんかそろそろなんか使いたいなと思ってキノコを、それでキノコめっちゃで売ってる、キノコめっちゃ売ってる、そう、キノコをバターで炒めたんです。うん、生えてきそう、入ろ新潟も大雨だよ、本当ですか。田辺はね、そう、田辺もさっき外出たんですけど雨降ってた、名古屋も雨です、雨降ってて、とっても寒かったし、びっくりするぐらい外出たくなかったけど、どうしても外に出なきゃいけなかった。あの、通販を頼んでしまいました。お金を払い、早く届けてほしいのでお金を払いに行きました嘘、キノコめっちゃ大好きなんだけど、なんかキノコ狩りとかめっちゃ言ってたよ、みずき。めっちゃはちょっと思ったけど、キノコ狩り行ってたよ。一人称のダメと水木はどう使うわけだよ。全然使うわけじゃない、全然使うわけじゃない、何も無意識、うん、よく聞かれるけどマジで無意識。僕たちのごめんなさい、お団子みっちゃん可愛かった、本当ですか。皆さんいいにしてね。広島雪降ってんだね。キノコの中で一番好きなのは、水木キノコめっちゃ好きだよ、好きだよとか言って、うん、全部好き全部好きだけど、なんだっけ、えぬきだけはなんかあんまりキノコの味がしない好きなもの聞いてんのになんか一番微妙なもの答えちゃったごめんなさい、外うるさい そう、キノコ DD だから、田辺舞茸も美味しい、
椎茸醤油バター焼きみたいなのめっちゃ美味しそう。作ってみようかな。いいですね。なんかありますよね。そうだ、なんかバター醤油焼きってなんかあったよなと思って、それでベベベって作ったんですけど。椎茸か。なんか瑞希のお母さん椎茸好きじゃなかったから椎茸あんま料理に出てこなかった何で嫌いなのかわかんない。キノコといえばエノキだけ。好きになるのはユウカだけ早く公演したいな。焼き鳥屋の椎茸食べたことないな。美味しい？なんかこんな現実的な話していいのかわからないけど、焼き鳥屋さんに行くと元の素材の値段とかを考えてしまう。ね、キノコだったらこれスーパーで言ったらなんか自分で作る、まあ他のそんなこと言ったら他もそうなんですけど、他もそうですね。なんですけどなんかキノコ自分で作れるくないと思っちゃった。そう、原価計算めっちゃ皆さん笑ってるじゃないですか。そんな面白かった？ブラジル産は安いんだ。へえ。じゃあブラジル産、あ、そっか、ブラジル産じゃなかったらもう進んで食べようダメだな、今日前髪がね、とても終わってる。なんかゴミついてるし。取れた。あ、何これ、ほこり。理想な前髪は、理想な前髪、でもいつだったっけな、ツイッターに上げた写真、いつのやつだろう、何のやつだろう、なんかの写真がめっちゃ前髪、瑞希めっちゃ綺麗やんて。あれ綺麗、インスタにあげた、インスタにあげたあれ綺麗です。なんだっけ、なんかポニーテールみたいなポニーテールです、恋の根拠の衣装ですみたいなやつ、恋の根拠の衣装の時のやつはめっちゃ、あの時の前髪はめっちゃ完璧だったと思う。横から見ても完璧だった。なんか今日髪の毛が長いのがいろんなところから出てくる。うん、マスクまだあります。家にね引きこもってるから全然マスク使わない。なんかこれからのために取っておきたいと思って。今日の前髪はダメですね。なんか一回こう分けて巻こうって考えて触いじったら変になって、急いで頑張ってアイロンに直したけど、多分絶対それよりも前髪、いつも田辺前髪根元バーって濡らしてドライヤーかけてってやってるんですけど、そういう風にした方が絶対早く、
マスク売ってるんだ、マーボヤ。みずき、全然外出てないかわかんない。マスクはつけてない、家にいるから。つけてないんですよ、家にいるので。早く晴れになってほしい、みずき。洗濯物したい。お洗濯したい。なくなっていたものたちはかなり変えてきた。そうなんだ。でかね、思ったんですよ、田辺ってショールーム、今思ったし前から思ってたけど、ショールームコメントめっちゃ読んでるけど、めっちゃ口に出さないで普通にうーんって読んじゃうから、ちゃんと口に出すようにしよう。夜ご飯にローソン作ってました。いいですね、いいですね。田辺はね、今日はいっぱい食べたから、もう4時くらいでご飯は終わらせた。もう食べないつもり。洗濯は、お洗濯は、でもちゃんとたまらないようにはしてる。毎日ではないけど、なんかちゃんとやってる。田辺、洗濯物ためたことない。そういうところは几帳面だ。うん。お腹空くけど、ちょっとそう、あのですね、なんか体重計壊れたって言ったじゃないですか、水木。体重計壊れたって言ってて、やっぱ体重計ないと太るんですよ。太ったんですよ。なんかなんとなく体重計ない期間も、なんか顔めっちゃなんかすごい、一回痩せたんですよ、3月くらいに痩せて、すごいみんなにも痩せたねって言われたのに、なんかあれ、なって、待って、顔やばくないかと思って、思ってたらやっぱり体重計乗ってないと太っちゃう。田辺はめっちゃ太って、水木めっちゃ太って、そうだから今戻ってきたから、戻って昨日から今日もちょっと痩せたから、やっぱ意識すると痩せるから、ちゃんと意識します。なんかよくみんな体重計乗ると逆にストレスでなんか太っちゃうみたいな感じで言うけど、みずきは乗らないと逆にストレス。なんか数字がわからないから、待ってこれは食べ過ぎ、どうしよう、今日何キロなんだ、みたいな感じになっちゃう。確かに、いや今太ってる、今太ってるっていうか、今ちょっと普通に戻ったけど、シュッとはしてない。いや、ほらダメだね、ダメですね、こういう話をしちゃダメですね。あのタイムのファンの方はみんな優しいから、スマートだよってすっごい褒めてくれるけど、そう、田辺は基本顔とお腹は、についちゃう。あ、裏でエゴビがストレスで太る。ストレスで太る、でもストレスで太るのは確かですよ。田辺もストレスでめっちゃ食べちゃうんだろうなと思ったりもする。そう、公園出た時めっちゃ怖いから、なんか田辺全然、なんか家で動こうと思ってもなかなかやる気起きなくて動けなくって、だから今日ちゃんとメイクしたからやる気出るかなと思って、この後ちょっと踊るつもり頑張ります。
ストレスで田辺は完璧に太るパターン。ダンス配信はちょっと難しいんですよね、家の感じ的に。ごめんなさい。できるのかな。いや、ちょっと難しいな。なんだろう、うん、ちょっと難しい。そう、実家とかじゃないとなかなかできないんですよね。ね、ただ瑞希ね、ショールームするとめっちゃなんか息を吸わないみたいで、あくびがすごいんですよ。ごめんなさい、眠いわけではない。眠い時もあるけど今日は全然眠くない。呼吸しなきゃ。いつもあくびしてるよね。そうなんですよ、酸素が頭に届いてない。え、みずき今鬼滅の映画が見たくて仕方がない。鬼滅が見たいんだ、映画が。すごい外がうるさい、うん、ごめんなさい。ね、10月公開なんですよ。だから早く早く10、うん、そうですね、うん、10月になってほしいっていうか、で10月結構先ですね。半年ぐらい先だ。目が痛い。なんか最近目調子悪くてコンタクトすると目痛いんですよね。中が鳴っちゃった。鬼滅はジャンプでしか読んでない。エースもすごいちゃんとチェックしてる。メガネが一番楽ですけど、楽だけどやっぱちょっと見づらいんですよね。乾燥もありますね、今エアコンの真下にいる。鏡あんのかな、雨降ってるけど。今日ご飯食べた、いっぱい食べたから、もう食べない。何食べたっけ。キノコのやつ食べて、でもそんなキノコのやつ少ないやつだ、量少ない、そんな多くないんですよ、言うて。いや結構食べたな、他のやつ結構食べた。キムチの豆腐食べた。キムチ納豆豆腐、外を換気しながら食べて、また速攻で洗い物して。いや待って、そんな食べてない。いや今日そんな食べてないよ。うん。やばい、食べたの覚えてない。うん、そんな食べてないかも。意外と食べてないや。意外と食べてないけど、まあ
お腹空いてないからいいや。うん、今日は食べない。もうなんかやめておこう。怖いから、記憶力がないからやめておきます。でもアイスは食べてないな、確か。そのうち食べてないって言いながらおせんべいバイバイしちゃいそう。うん、みずきね、家にお菓子置いてないからね、大丈夫です。大丈夫なんです。うん、このあとダンスきっと踊るはずだから大丈夫。アイスもないよ。冷蔵庫の中、野菜と調味料と野菜と調味料とヨーグルトぐらいしかない。キャベツブームは去ってない。あ、続いてる。そう、お菓子ね、買ってくるとみずきその日のうちにもう食べちゃうから買わない。なんかちゃんとお菓子を今日食べるぞっていう目的のある日だけ食べる。通販は何を購入したの？化粧品。化粧品を購入した。え、本当にね、お菓子ちょっとずつ食べれないの。水木タピオカも、ね、なんかめっちゃ何時間もなんかめっちゃ今いきなり早口になって大きい声になってるけど聞いてほしいんですよ。なんか本当に早口で、早口じゃなくて何時間もかけてタピオカ飲んでる人すごいと思う。みずき、え、マジで秒で飲んじゃう。そう、めっちゃすごい。誰かがめっちゃゆっくり飲んでてすごいなと思った。みずき絶対無理。え、そう、家にね絶対お菓子をね置かないようにしてるの。みずき置くとね、もうやばい、食べちゃうから、食べちゃうから。そう、食べちゃうから置かない。